はい、皆様どうも、マフロです。それではケリ姫やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、きびだんごにねテクニカル追加されました。テクニカルはですね、チュロス途中までやってたところだったのかな。あ、みたらしにもう入ったのかみたいですね。みたらしに入ったとこまでやってたのかな。1やってるもんな。はい、ですが、あの達成報酬があるんで、その関係でちょっと今日はこっちから先にやってみたいと思います。はい、じゃあ1の6からいってみましょう。もうきびだんごね、すっかり忘れちゃいましたね。はい、どうしようかな。今日は下から、使わせていただきましょうか。下の方からね。はい、それでは行ってみましょう。いつも上からばっかりなので、欲しいですよね。ここのテクニカルもやっとかっていう感じですけども、滑っちゃった。またタッチペンがちょっと滑り気味になった。テクニカル全部きっとクリアできないだろうな、そんな気がする。まあ今回はこの方が強いから、先制術師だし楽にいけるけど、だからはそうもいかないだろうな。よし、やっとこう。粘りよ。メナのエクモって何？シオネの技か。覚醒東京リンクスの本、これ何なんだっけ。作成本も最近全然見てないけど、んさっきの本これは違うんだよね。何の本だろうね。まあ、いっか、どうせ作れないしね。はい、どんどんいきましょう。はい、下の方からね、アルコンさん使わせてもらいましょう。あ、この方も先生術師さんだから。ジョブ以外がダメって言ってるわけではないんですけど、俺の先生術師より強い。
全ての属性考えずに行動ができるから楽ですよね。先生術師さんの人が多いね。みんなセットはこの人にしろ持ってた。助っ人用のデッキ欲しいですよね。そこに登録している人が常に表示される。助っ人になるみたいな。デッキ変えてしまうとね、そのジョブに変わってしまうから、で落ちるときに変えようと思いつつ忘れてそのままっていうのが結構ある。助っ人用のデッキ作ってくれませんかね、本当に。やっぱりね、ドレスとかで全然助っ人に呼ばれる変わってきますからね。まあフレチケの使い道あんまないわけですけど、いつかはみたいな、いつかはなんかになってほしいな、望み薄だけど。あ、違う。何してんだ俺。間違えてる。なぜ単発のこの人。間違い。結構ダメージでかいな。あ、相性悪かった。そうだ、相性があるんだ。
ラスイベント。いいね。撮影できなくなっちゃったかな。強くなってきてるね、敵が。429か。これまだ4.8か、9か。もう一段階強いのがあるんだよな。考えても次はきつそうだな。でもノーマルも全部クリアしてないしね、できなかったよ。めちゃくちゃ強いやつじゃね。一応やるけどさ、だって銃って銃って一応最初は切っとくか。頭に当たった。あー、うち頭じゃダメだ。
せめて磨いてやれその頭。あーコンティニューしないと無理だ。なんとかいけた。スケットさんのおかげですね。ハムさんと妹さんに感謝。青チケ使わずに済んだ。さあランク10どうでしょうか。はい、じゃあリンカルさん使わせていただきましょう。またあいつ出てくるかな。ノーコンティニューで倒せたってことは強い方じゃないんだろうな。なんか2種類いたって聞いたような気がする。多分ごめんなさい間違ってたらごめんなさい。ああ色が違う。あれこっちが弱い方か。やっぱさっきの強い方だったのか。いやー分からんよ、体力が低いからとは限らないよね。頭こすらないように。よし。やっぱこっちの方が強いか。体力は低いけど。
きだな。後ろ回り込みたいね。回り込んだら攻撃食らわねえな。あの中地面叩くやつ以外は。あ、それダメ、それダメ。やべえ、これは痛い。いやー、削れねえな、でもうちの方は。違う違う、間違えた。あー、俺赤面さんのつもりで使ったのに間違えた、完全に間違えた。まあ倒せるからいいか。なんだよ、ざけんな。はい、それでは今回はスロットを回して終わろうと思います。これでいいのかな、イベントスロットでいいのかな。だね。はい、それでは行ってみましょう。よろしく。ん？
何の本か分かんなかった。司令官の本かな。違うか。武器商人の本か。これは何？はい、そうみたいでした。これ主人公のやつだったら嬉しいな。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。